大阪京吉三の字旅行会1赤坊のデンさんはもうしばらく前からその奇妙な夫人の旅客たちのことに気づき始めていたデンさんは東京駅の赤坊であった東海道線のプラットホームを職場にして 毎日汽車に乗ったり降りたりするお客を相手に商売を続けているデンさんのことであるからいずれはそのことに気がついたとしても不思議はないのであるがしかし気がついてはいてもデンさんはまだそのことについてあまり深く考えたことはなかったなんしろ一日に何万という人を出したり入れたりする大東京の玄関口である 1一人や2人の奇妙なお客があったとしても大して不思議に思うほどのことはないのであるし第一一旦列車が到着したとなればもう自分のお客を探すことが心中いっぱいになってしまい全くそれどころではないのであっただからデンさんがその婦人客たちのことについて考え込むようなことがあったとしてもそれはせいぜいお客にでもあぶれた 退屈なところで蓮さんの気づき始めた婦人客たちというのはなるほど考えてみれば全く奇妙な旅客たちであったそれは東京駅から汽車に乗る客ではなく東京駅で汽車から降りる客の中にあってほとんど毎日決まって1人ずつ現れるのであった毎日 違った顔の婦人ばかりで、要望といい、身なりといい、それぞれ買って気ままで、他の婦人客と別に違ったところがあるようでもなかったが、しかし必ずその客は、東京駅着午後3時の急行列車から降りるのであった。そしてよく気をつけてみると、必ずその急行列車の全部に連結された3等車の。 前から3両目から降りてくるのであったしかもいつでもその婦人客たちには1人の人のよさそうな男が出迎えに出ていてその出迎えの男に持たせる手荷物には決まって赤ンキで筆太に3の字を書いた少ししゃれた荷札がついているのであった旅客の持っている手荷物ないしは 手荷物を持っている旅客のおかげでおまんまを食べている赤帽のデンさんである。なるほど、一見普通の婦人客と区別のつかないような平凡な婦人なぞ、いつでも満員で、降車客もごった返すような混雑を呈するとは言いながらも、その妙な3の字を書いた二札付きの手荷物を持った3時の急行の3等車の3両目の婦人客に、 いつからともなく気がついたとしても不思議はないのであったもっともデンさんが一番初めその妙な婦人たちのことに気のついたきっかけというのは必ずしもその手荷物ばかりでなくいつもその手荷物を持たされる例の人のよさそうな出迎えの男にもあったその男はなるほど人のよさそうな顔はしていたが あまり風采の立派な男ではなかったいつでも薄汚れのした洋服を着てせいぜい何かの外交員くらいにしか見えなかった毎日3時少し前になると入場券を帽子のリボンの間に挟んでひょっこりプラットホームへ現れ他の出迎え人の中へ混じって記者の着くのを待っているのであった記者が着くと 男は必ず三等車の三両目の車へ入って行ってやがて例の奇妙な婦人客の音も押して降りてくるのであるしそのお客が男を従えて降りてくる頃にはもうデンさんは自分のお客のことで一生懸命になっているのでその顔を見覚えることなぞ到底できようはずもないのであるが出迎えの男の方は何しろ ほとんど毎日のことであるのでいつの間にか顔も見覚えていたのであった、2. 最初のうちデンさんはその出迎え男をどこかインチキなホテルの客引きかなんかであろうと考えたそしてうるさい商売がたきだと思ったしかし だだんだん日数が重なるにつれてどうもただの客引きにしては少し腕が良すぎると感づき続いて手荷物の三の字と三字の三等車の三両目に気がついてどうやらこれはただの客引きなどではなく何か違くのある団体の一種の案内人といったようなものではあるまいかと考え直すようになったのであった。 そして結局デンさんの疑問の中心はまずその毎日3時の汽車で上京してくる奇妙な婦人客の上へ注がれるのであった妙な女たちだよくよく「んという字に惚れ腐っているらしいデンさんは焦らずゆっくり考えたしかしもともと あまり物事を深く考えることの得意でないデンさんはいつまでたってもこの問題に解決を与えられそうな明暗を考え出すことはできなかったそうしていつの間にか一月二月と時間が流れていったしかもその間例の三の字狂いの婦人客はほとんど毎日のように3時の休校の3等車の3両目でやってきて 相変わらず出迎え男を従えて改札口の方へ出て行った考えてみればどうもこれは容易なことではないもう今までに1日1人で100人近くのいろいろな夫人がぐるいじみたやり方で上京しているのだそれもそもそもデンさんがそのことに気づいてからの代替の計算であってこの奇妙な旅行者たちが まだデンさんの気づかなかった先からこのようなことを続けていたのだとしたら一体何百人の気狂いが同じように機械な方法をとって上京しているのかわからないデンさんはなんだか恐ろしくなってきた3という数字に関したものを思ってみても考えても変に気持ちがいらだってきて そそろそろ一人でこのことを包み隠している負担に耐えられなくなってきたそこでデンさんはとうとう思い切って例の奇妙な案内人に渡りをつけてみようと決心したある日午後3時10分前例によってひょっこりプラットホームに現れ多くの出迎え人の後ろへ立ってぼんやり3時の休校を待っていたその男へ でんさんは何気なく近づいて声をかけた毎日ご苦労さんですね。すると男は急にへんてこな顔になったひどく慌てた調子で「いやどうも毎日のお客様でやりきれませんよ」そう言って同情を請うような目つきででんさんの顔を見た ンさんはすかさず言ったいやわしもこれで20年も赤坊影をしているからお客様を待つ気持ちのつらさというのはよくわかるですよ。時にぶしつけなことをお聞きするがあんたのお客さんはどうもまことに不思議なお客さんばかりですね。男は黙ったまま目を見張っったをて 一層へんてこな顔をした3いやどうか悪く思わないでくださいよわしはどうも物好きな性分だね何しろあんたの毎日のお客様をそれとなく拝見しているにどうも時間といい箱といい切符といい荷物といいどれもこれも 三の字にひどく関係の深いご婦人たちのように思われてねこれには何か面白い因縁話がおわんなさるんじゃねえかとついそのものづき根性が頭を上げてお聞きしたいんですよ」。男は前より一層困ったような顔をしてしばらく黙ったまま立っていたがやがて思い切ったように小声で切り出した。 実は、お察しの通りですよ。私は三の字旅行会というのに使われているまあ一種の案内人といったようなものですがね何しろ雇い人ですから深いことは知りませんがお察しの通り私のお客様にはその三の字旅行会という会との間に一風変わった因縁話があるんですよ。 おお、そいつはぜひともお差し支えなかったら伺いたいものですね。でんさんは思わず乗り出しただがこの時3時の急行列車が激しいエキゾートを吐き散らしながらホームへ滑り込んでくると「じゃあまたこの次お話しいたしましょう」男は言い残していつものように3等車の3両目へ乗り込み今日は いつもより一段と美しい年のころ28区のしとやかな婦人のお供をして大きなかばんを掲げながら改札口の方へ向かって神妙に夫人の後から地下道の階段を下りていった蓮さんもお客ができて急に忙しくなったのでその日はひとまずそのままで忘れるともなく過ごしてしまったさてその翌日 三の字旅行会の案内人はいつものように到着ホームへやってくると「何分自分は1階の雇い人であるから詳しい話は知らないが」と伝さんへ念を押して昨日の続きをやり出したがその話はなかなかの長話でとても記者を待っているくらいの短い間で一度に聞かれるようなものではなくそれから 3日4日と旅を重ねてやっと聞かされ終わったところによると何でもその三の字旅行会というのはただの鋭利的な旅行協会みたいなものとは全然違って一種の慈善的な奉仕会であって陰徳を尊ぶ会長の周囲に従って会長の名前にしろ全然秘密であるが大体その会の仕事というのは ある一定の地方に住まっている両親のいない30歳以内の婦人で東京方面へ旅行をしたいという人のために記者賃と滞在費とそれから小遣いの3通りの経費を全部提供して全く無料ののんきな旅をさせようというまるで嘘みたいな話であったもっともそれだけに条件もちょっと面倒くさく 今言ったようしかし何でもその支部長というのもその地方ではかなり人望のある慈善家だそうであるがその支部長の推薦を受けた資格のある志望者は例の3の字マークをもらってそれを手荷物へつけ東京着3時の3両目へ って上京しなななければならないのであったするとそれを目印にしてその案内人が迎えに出かけ3時30分までに会の事務所まで案内されていくとちょうどその時間にやってきた会長がその客の旅行に要する経費をもっともこれは300円以内でないといけないそうであるがとにかくその金を渡してくれるのであった。 条件といってもそれだけでもうそれからは自分の勝手に好いたように遊び回るなり用事をするなりすることができるのであって幾日滞在しようとどこへ泊まろうといつ東京を引き上げようと全く勝手で案内人も見送りしなくてもいいことになっているということであったところでその会長というのがこれがまた 昔はただの貧乏人であったそうであるが、今はなかなかの金持ちでもう相当な年寄りであるがある事情でその会を始めるようになってからは、振っても照っても必ず毎日午後の3時30分には事務所へ出てきて案内されてきた客に面会するのであった。面会といってもわずか3分間くらいのもので。 会長はただ金を渡すだけでさっさと帰ってしまうそれで一日に一人しか案内できないことになっているとのことであったところでその奇特な覆面会長がなぜこのような妙な奉仕会を始めたかそしてまたなぜそんなに三の字尽くしのサービスをするのかその根本的な事情について 一通りの話を聞いたデンさんが質問の矢を向けると三の字旅公開の案内人はしんみりした調子で改まってこんなふうに説明したのであったそうそうあなたもサめしその点不思議に思われたことでしょうねいやこいつは私も会の会計をしている方からまた聞きしたことですから 全くくわしいことは知らないんですが何でも会長はまだ貧乏していた若いころに自分のところへ引き取ることのできないような子どもをこしらえたんだそうですよ。女の子で「三枝」という名前をつけたそうですがね。ところがそれがそもそもこの因縁話の起き始まりで最初は 母親の手元で育てられたんだそうですがその娘さんの3つの年にかわいそうに母親はふとした病気がもとで死んでしまい娘さんは関西方面のある慈悲深い人の手にわたって育てられることになったんですがところがこの娘さんがまた育つにつれて大変利口な子供になり 学校へ上がるころにはもう自分の身の上をそれとなく気づいてでもいたのかしきりに東京の空をあこがれるようになったんですところがわるいことにはみつえさんは生まれつきの病診で成長するにつれてだんだん弱くなり女学校を出るころにはすっかり病気になって もう床についたまま起きることもできないようになってしまったんだそうです。肺病の一種じゃないかと私は思うんですがねそれでまあ時には良くもなったり軽くもなったりしたでしょうがとにかく憧れの東京へ出てくるほどの体にはなれずほとんど病床にばかり暮らしてそのまま 10年の月日がたってしまいちょうど30の年の3月にとうとう病気に負けてしまい東京へ行きたい行きたいと叫びながら死んでしまったんだそうですよところでもうそのころ東京の父親は幸運にめぐまれて大変な金持ちになっていたんですがふとしたことから その娘の育ての親に巡り合い娘の亡くなるまでのかわいそうな話を初めて聞かされると後に子供の一人もいない父親は気も狂わんばかりに驚き打たれてそれまでは金もうけのことしか考えなかった頑固な心に大変動が起こりかわいそうな娘の菩提を弔うことに 自分の全財産を投げ出そうと決心したんです。それでまあそのかわいそうな娘の名前とその運命にまつわる奇妙な三の字にちなんで三の字旅行会を作り上げ育ての親である慈悲深い人を支部長に仕立ててその人の推薦に従って毎日一人ずつ 物質的にはともかく親のない寂しい30歳以下の婦人で東京へ旅行したい人たちを三の字会員として三の字尽くしのサービスをするというまあ大体そんな風な事情のように私は聞いておりますがねえいやどうも長話をいたしましたがこれでまず 私の奇妙なお客さんたちと三の字旅行会の関係がお分かりになったでしょう。ところね、一つお願いしておきますが、何分前にも申し上げたように、会長は隠れた徳を尊ばれる方ですから、私の申し上げたお話も、どうかあなたの胸にだけ収めていただいて、あまり ほかへおもらしにならないようにしてください。おや、どうやら列車がやってきましたね。そう言ってその奇妙な案内人は、長い話に結末をつけると、感じいって立ちぼけているデさんへ、軽く会釈を残して、その日のお客を迎えるべく、到着した列車の方へ、駆け去っていくのであった。 デンんさんはこの話を4日にわたって聞かされた1日1回がほんの5分か10分の短い間であったがそれでもデンさんは不思議な話を聞くうちにその4日間というものはまるで続きものの講談でも聞いている時のような楽しさに浸ることができたのであったそしてそんなことがあってからは さんさと三の字旅行会の案内人とは急に友達のように親しくなってきた。といっても2人が顔を合わせるのはほんの短い間のことであるし2人ともそれぞれに自分のお客を持っている体なので別に毎日親しく話し合うというようなことはできなかったがお互いに顔を見合わせるような時には快く挨拶し合うようになってきた。 デンさんはその案内人とその背後にある旅行会とそしてその会の過剰なお客さんたちの持っているうに言われぬ劇的な雰囲気の中へ自分も一本加わっているような気持ちがした考えてみればデンさんの大勢の仲間の中でこの話を知っているのはどうやらまだデンさん一人だけらしいデンさんは なんだかそれが得意にさえ思われてならなかったそうして10日20日と日がたっていったところがこのまま住んでしまえばまず何でもなかったのであるがふとしたことから天さんと三の寺旅行会の案内人とのひそかな信仰をぶち破ってしまうようなとんでもないことが持ち上がってしまった ある日のこと。赤棒だまりで昼飯を食べていたデンさんのところへ校舎口の改札係のウリ氏がひょっこりやってきていきなり言った「デンさんお前さんは赤棒の親分だから知っているかもしれないが毎日3時の汽車で1人ずつやってきていつも同じ男に出迎えられていく女のお客さんたちがあるようだが知ってるかい?」。ええ知ってます。 どうだい何かおかしなところがあると思わないかねそこでデンさんは弁当を置くと口の中のものをごくごく飲み込んでやおらむきなおり「大ありですとも三の字旅行会の因縁話というやつで知っているのはこのわしだけしかも口止めされているんですがウリさんにならこっそりお話ししてもようござんしょう」。 もうデンさんはそろそろ心中の得意を誰かに聞かせてやりたく思っていたやさきだったのでウリ氏の突然の質問に訳もなく調子込んで先日案内人から聞かされた話を残らず得意になってしゃべってしまったすると聞き終わったウリ氏はにっこり笑いながら立ち上がって「ありがとう」ところでデンさん折り行って頼みたいのだが 今日の3時に改札の僕のそばへ立っていてもらえまいか手荷物5つ分の手間賃を払うよねえ頼むぜいいだろう。デンさんは無論二つ返事で引き受けた何のことかは知らないがとにかく手荷物5つ分の稼ぎであるやがて3時がやってきたウり氏の後ろでぼんやりデンさんの立っている改札口へ 3時の急行の旅客たちが雪崩のように殺到してきたンさんはふと背伸びをして旅客たちの方を眺め回した今日の三の字旅行会のお客はまだ二た歳を二つ三つ過ぎたばかりの幼葬の娘であった例の案内人に大きなトランクを持たせて晴れ晴れした顔をしながら真ん中あたりをだんだんこちらへやってくる 氏はいをしようというう。とのだろうデンさんはなんだか急に心配になってきたところがやがてその子を娘がうり氏の前までやってきて切符を差し出すと受け取ったうり氏は娘をやり過ごしておいていきなり手を前に出してあとから神妙についてきてデンさんへ目で挨拶しながら通り抜けようとした案内人を。 ピタリ差し止めたしめちょっとあなた待ってくださいすぐ済みますからこちらへ寄っていてくださいうりしは早口にそう言って手早く案内人をデンさんの方へ押しやるともう後の人の切符を忙しく受け取り始めた案内人は急に慌てだした何か口の中でもぐもぐ言いながら人混みの中へ押し入るようにしながら 入場券をうりしの手へ差しつけるようにして出口から5軒も向こうへ行ったところで後ろを振り返って立ち止まっている例の娘の方をあごで刺しおお客さんの荷物を持ってるんですからと通してくれなきゃ困るですよするとうりしは黙ったまま再び案内人をデンさんの方へ押しやりながら非常な速さで 案内人の手からトランクを取り上げるとデンさんへ厳しい誤調でじゃあデンさん君この荷物をあのお客さんにあげてくれいやいやこれは私の役目じゃから私が持っていかねばならんデンさん早くしてくれこの方にはちょっと用があるんだから荷物は君からお客さんにあげてくれもう向こう向きになって仕事を続けながら 叱るよううに言うのであった改札係といえばデンさんたちよりは段違いに上役であるデンさんはピリッとしてトランクを持ったまま本能的に柵を飛び越え立ち止まっている若い婦人客のところへ駆けつけたするとこの時 妙なこことが起こった。その妙齢な美人はいともご機嫌斜めなご免停で「失礼しちゃうわそんなものあたしんじゃなくってよ」言い捨てて向き直るとすたすたと出口の方へ歩み去りぷいっと見えなくなってしまった一方改札口ではこれまた一騒動を持ち上がっていた何を持ったか例の案内人は ウリ氏の背後から押しのけるようにして柵を飛び越そうとしたがウリ氏に引き止められてしばらくゴテゴテと押し合いもみ合いやがて駆けつけたほかの駅員たちに取り押さえられどうやら観念したらしく事務室の方へ連れていったウリ氏は再び向き直ってさっさと仕事を続ける静かなものだ その晩非番になったウリシは赤棒だまりへやってきてぼんやりしているデンさんへ笑いながら切り出した「おいデンさんしっかりしてくれよ」「いったいお前さんは少し講談や小説本に夢中になりすぎるからいけないんだ」「フン三の字旅行会だなんてとんでもないヨタ話に引っかかってさあんなものはみんなでたらめだよ」 僕だってもうしばらく前からあの案内人やお客のことには気づいていたんだしかし僕はおかげでお前さんみたいなとんでもない勘違いはしなかったよ第一君はその三の字旅行会の婦人客たちは一定の地方からやってくると聞かされたろうしかし僕が今まで毎日その婦人客たちから受け取った切符の発行駅は大阪だったり 静岡だったり神戸だったり名古屋だったりいや全くバラバラで一定の地方からなんてやってきたものでは決してないんだこれでもまだお前さんはそのへんてこな旅行会を信じたいかねいやまああったことにしてもいいがとにかく会長も会計もそれから今まで案内された何百人というお客さんも実は全くの与た話で ありはしないんだせいぜい今日捕まった案内人が会長でそれから某駅に支部長が一人いるだけなんだこの支部長の出張する某駅というのを実は僕はもうしばらく前から調べていたんだそれがこの頃になって大阪駅であることが分かった手っ取り早く事の表しを申し上げようかね今日捕まったあの男は 神田ののある万年筆屋の番頭で三角太郎っていうどえらい先生なんだそれでこの万年筆屋は大阪に工場を持っているんだ昨年あたりまではこの万年筆屋は大阪の工場から何万本という万年筆を時々まとめて送らしていたんだところがこの方の仕事も自分の手でやっている三角太郎氏は 今朝あたり、もう大阪で捕まっているはずの同類の支部長と一計を案じ出して運賃詐欺をし始めたのだつまり時々大量に送る荷物を毎日少しずつに分けてカバンでもトランクでもあるいはボール箱でも風呂敷包みでも何でもいいとにかく手ごろな手荷物の格好にこしらえてそれに例の赤いインキで。 のの字の入った荷札をつけ、まず大阪の支部長がそれを持って大阪駅で入場券を買いお客を送るようなふりをして東京へ3時に着く列車の3等車の3両目の網棚へ乗っけてそのまま知らん顔して引き上げる列車はお客さんの手荷物と思い込んで黙って東京駅まで運んでくれるさて 午後の三時には三角太郎氏が東京駅で入場券を買っていかにもお客を迎えに行くようなふりをしてホームへ入り三時に着いた急行の三等車の三両目の網棚から支部長が置いたままになっているその三の字のどぎつい目印のついた荷物を持って誰でもいいからお客の後ろにくっついて。 さもそのお客を迎えに来たお供であるようなふりをしながら駅を出ていくとまあそういう寸法なんだそれが女の後ばかりついて降りていったというのはこれは自然の情でねどうせ誰の後へついて行ってもいいのならじじむさい男の後などついていくよりは若い女の後ろの方がよっぽど気持ちがいいんだからねとにかく そのやり方でやればまず1回1日分何円とかかるはずの運賃が大阪と東京の2枚の入場券つまりたった20銭で事が足りるんだから随分便利な方法さそれも2度や3度ではなくもう1年近くも毎日続けていたらしいんだからこの節約された金高というのは莫大なものだよもう分かったろうね 三の字なんて荷物を送った列車と車両とその荷物とに目印に使ったものにすぎないんだよそれを変に勘違いしたお前さんに尋ねられたので即座にあんな与太話を作り上げてもの好きなお前さんを煙に巻いたというわけさところでデンさん僕も一つしゃれてみたんだがね一体今日は何日だっけ でんさんはちょっと顔をしかめたがすぐに飛び上がるようにしていったあそういえば今日は3日でしたっけ